高瀬里氏は、静岡県静岡市青井区出身の陸上選手。静岡市立長田東小学校、静岡市立長田南中学校を卒。小学校4年生の時から、静岡市陸上教室で陸上を始める。静岡市立長田南中学校時代の記録は100メートルが11秒、8、200メートルが24秒2で、県大会予選落ちのレベルだった。 静岡県立静岡西高等学校卒。高校時代の実績は200メートルと400メートルで、いずれもインターハイ準決勝敗退というものだった。順天堂大学に進み、2007年の日本ジュニア選手権400メートルで、全国大会初入賞の5位。2009年の日本選手権、リレー400メートルリレーで3位。1600メートル、リレーで優勝。 2010年の日本選手権、リレー400メートルリレーで優勝、1600メートルリレーで2位。個人種目では、第94回日本選手権において400メートルで5位の成績を残す。3月の沖縄合宿で、左膝の骨が欠ける故障を発生し、4月には2週間ほど歩けない日々を送ったが、 5月下旬の東日本実業団選手権でシーズン初戦を迎えると6月下旬の日本選手権200メートルでは20秒31で2位に入りリオデジャネイロオリンピック日本代表の座を掴んだしかし8月のリオデジャネイロオリンピック200メートル予選では体が全く動かなかったと20秒71の組6着に終わり2大会連続の準決勝に進出することは できなかった。400メートルリレーは補欠として出番なしに終わったが、事前合宿のタイムトライアルでは、高瀬が入る B パターンの方が A パターンよりも高タイムをマークしていた。しかし、最終的に日本チームは A パターンで臨み、アジア新記録を樹立しての銀メダル獲得という快挙を達成した。ありがとうございます。